はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。最近さあの呪術回戦全然言えてねいや呪術回戦ってさもう噛みそうだよね。あの次噛んでもね無視していくんですけど、そのね呪術回戦をあの全部見たんですよ。漫画じゃなくてさあのアニメのやつを全部見たんですよ。あの好きなさアニメが終わった時の絶望感ってやばくない？次はいつみたいなもうそんな状態になっててさ、真っ白になった明日のジョーピオリーナっているね。仲間じゃん。飛び跳ねすぎて落ちないようにご注意を。ピオリーナちゃん、もしかして僕のことを知ってるかもしんないね。ピオリーナ、マリオだってね全然知らないボーイね。で、さっきなんかルイージめっちゃ挨拶してたんですけど、多分これ上から行ったらもう簡単にゴールできるみたいな、そんな感じじゃないんですかね。はい、オッケー。あ、なるほど、これ右からゴールができるパターンかな。うわ、できねえ。いや、それか多分アイテムかなんかあるんじゃない？多分そんな感じでしょう。アイテム探そう。さてどこにアイテムがあるんでしょう。多分ルイージとか戻ってくるよねきっと。これさ左にアイテムありそうじゃない？なんかそんな単純な、うわなんかある、ほら、うわっ待って、あのドクロコースター乗らなきゃいけないの。うわルイージ行った。ちょルイージ、ちょルイージ、ルイージあら関係ないね。多分ね上から2番目ぐらいのあの隙間があるじゃん、あそこに、はい、あそこでゴールするか。いやあったあったあった、待って、いやあバレすぎ、これでしょ。ナイス、あー、いやそらナイス、うわマジかよ。いやここ気づかれるって、いや絶対気づかれるって。これいや一回スタートがやり直した方が早いっぽいね。気づくな、だうわ気づいた、いやマリオ多分気づいた。あれこっちから行こう、早く行こう、マリオにゴールされないように行こう。いや邪魔くせえ、キノピコあはは、ピオリーナワールド6の1、かわいい感じだね。ワールド6の1っていうか1の1っぽいよね、なんかそんな感じがするんですけど待って、ちょっと敵いすぎじゃないここ。これはこの亀の甲羅持っていこう持っててね待って、落ち着こう、落ち着こう、ここ落ち着かない、まずい、いつも大体やられるパターンなんだよな、こうこう。オッケーで、このまんまジャッ、オッケーで、中間ポイント、ここはね、やっぱアイテム取っていきたいんですけど、はっ、どうしよう、カエル、カエル、いやカエル取られた。これ後で抜かれるパターンじゃないの。オッケーで、ビヨーン、なに今のずるくない今のずるいでしょいや今のはないって。いいね、はい、リスナーさん来ましたね。グダグダビーマーさん見てて、あのルイージ 100% こっち来るよ、ほらもう絶対いたずらなんかしてきそう。さてここは最初にこれを取ってゴールでしょ。いやもう勝ちじゃないんですかこれは。ねえこのまんま、待って、頼むから、キノピオじゃねえ、キノピオじゃねえ、キノピコか2回もナイス、ナイス、オッケーで、このまま、いや待って、グダビマちゃん誰だったっけ、はい、ありがてありがてー協力しましょう言われたいや無理でしょこれ、一人やんかゴールするの。うわまた来たねグダビマ、あの本当にリスナーさんなんですよ、まあ、めっちゃ強いんですけどね。コイン探しよろしくね。やっぱキノピオお知り合いだね。でコイン探しでしょ、コイン探しは、あ一応10コイン、あ10コインじゃねえ、あ10コインを4枚か。それじゃあ集めていきますか。もうこの金魚マジでね、もうやられる要素しかないんで、グラビマちゃん出して、出して、出してよどっか行かないでよねえ、花ぐらい出してくれてもいいじゃんか、ねえ花持たせてよ、いやいろんな意味で。でこれは上、上ないね。じゃあこのまま右行って、まあ1個も多分ね取ってないと思うんだよね、音が聞こえてないもんね。10コインね取ったらね、キラリンって音がするんですよね。でそれがまだ聞こえてないから、もしかしたらさ、あのゴール前に4つあるっていうパターンもあるばいあるばいってまあ普通に出ちゃったんですけど、待って、そしてラグすぎ、めっちゃラグ、ほっ、ここら辺フラワー出てきそうだね。いや大丈夫、あ下に行った、こっちで合ってんのかな。あ1個あった、オッケー1個見つけました。こっちは、あこっちも入れるんだ。多分みんな土管の中入ってないんじゃない、ほら
んかめっちゃ貢献してない？で、これで2個目でしょ。で、もう1個左土管があったじゃん。あれにあると思う。ここ。オッケーオッケー。これで4つ目だったらいいんだけどね。あ、待って。これ取ったらさ、オッケーオッケー、来た。いや、ゴール前で待たれてると思ったけど、いや、多分待たれてるね。かいくぐっていけ的な感じでしょ。うわ、狭い狭いじゃんか。いや、待って、これはデカやったらきつい。デカやったらきついんで、一旦チビになれない。今戻れねえの。マジかよ。ちょっと待って、これもう一人で3枚も集めたんだよ。もういいじゃんか、ゴールぐらいずってくれても。一旦さ、一旦向こう行こう。一旦向こう行かない？ねえ、ゴールどこかわかんないけど、もうちょっと先で争わない？せめて。ちょ、落ち着こう、落ち着こう。よし、これ来るよ。バレーと友達にガッ。よし、はい、やった。いや、今日はバネと友達になれましたね。ありがとうございます。お、かっけえね。なんかロボットみたいだね、この家。あ、なんか持ってくれてるね、キノピオ。ありがてえ。マッシュキャット、お知り合いですか？いや、任せようか、キノピオに。なんか久しぶりだね、こうやって持ってくれてるのって。え、そっち行く？右じゃないの？右落ちるかな、もしかして。それ読んだ？もしかして読んだんですかね、キノピオ。あ、また持ってくれてるパターンだね。ありがてえ。送ろう。ありがとうない。ありがてえ。じゃあ、すべて任せよう。気をつけてね、そのクリボに。大体ね、なんか持ってくれてる人って上手い人が多いんだよな。で、なんかね、ゴールまで行けるっていうパターンもね、結構あるんですよ、動画で。過去にね、何回もあるんですけど、ここは、うわ、どんな感じ？なんか、ルイージ戻ってきてるよ。うわ、左は？なるほど。これはもう持ってないよ。ね、これはもう持てないんだって、キノピオ。話していいよ。そんな話し方する？もうちょっとなんか、ね、おろすぐらいにしようよ。そんな投げ捨てんでもいいやんか。はい、うまい。はい、よし。ブランコ結構得意だよ。過去にね、世界でね、何位か入ったことあるから。そういう問題じゃねえね。でもさ、結局さ、ここに戻ってこないけんのじゃないの、この鍵のところなんで。ちょっと待っとってみよっか。多分ここに戻ってきてゴールがあるパターンだね。なんかマリオとね、意気投合しちゃって。なんかわけわからんことしてるんですけど、なかなかね、ルイージが戻ってこなくて。ここ絶対なんかあると思うんだよね。これはなんか読めないね。全然なんか読めないね。これとりあえず右に行って、アイテムをね、あったら率先して取りたいと思います。なんだ。今何やってたんだ、キノピオ。なあ、逃げんな、答えてくれよ。あら、マッシュキャットっているね、ルイージ。多分リスナーさんだと思うんですよね。さっきめっちゃね、挨拶してくれて、ずっと持っててくれたんだよね。今回は持ってくれない？ねえ、ルイージ、任せて。キノピオが邪魔した。今のキノピオのせい、ルイージ、今のキノピオのせいだからね。僕のせいじゃないからね。はい、オッケー。いや、このまま上から行こう、どんどん。よし、いや、マリー。あれ、あれ、ルイージ、は、あれ、絶対ゴールしてないよね、今の。あら、ゴールしたように見えてゴールしてないみたいな。バグ、シンクファスト。うわ、これはすげえ悩ましいね。上から行くか下から行くかだね。もう上行きます、僕。はい、こっちが正解。っていうか、こっちの方が行きやすい。うわ、はえ、ルイージはえ、どかんよね。うわ、どっちの方がいいんだろう、これ。うわ、こっちが正解だった。え、うそ。待って、いや、下が正解か。うわー、騙された。ドロールか、これは。ラグなければ待つって書いてるね。もう勝ってる気分でいるんだろうね、きっと。そんな余裕がないっていうことを見せてあげましょう。確かルイージだったね。あのキピオキング強くね、みたいな。逆に待たれてるじゃん、私って思わせよう。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。
そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。